はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、マシンセーターキャラメージャーデラックスマシンローランドマシンリフトンセットです。はい、キャラメージャーの一番最初のガングラインナップで発売されましたが、ローランドもリフトンも第5話でやっと登場しましたので紹介していきましょう。このような単体版でも発売されましたし、 こちら側にはマシンリフトンがいて反対側にはマシンローランドそれかマシン武装セットっていう全7体セットってやつも出ましたねそれぞれ単体発売ではなくてローランドとリフトンの2個1セットとなっておりますでいつも通り3モード変形があってキラメイストンモードからマシンモードそしてウェポンモードこの辺は先に紹介したマシンキャリーと同じですねちなみにキャリーとローランドとリフトンに関しては地球3のキラメイストンモード ストーーンンンなっててそこからジュールのヒラメキングでマシン状態に覚醒しましまたよねただイエローの相棒のショベロの思惑もあっていろいろ登場がドタバタでいい感じだったではレビューしましょうはい中身はこうなっててマシンローランドとマシンリフトンマシンキャリーと同様にウェポンシリーズってことで割と小型めなきらめいストーンが入っておりました まずはマシンローランド。ロードローラーに変形しますから、ローランドで、地球産のまだ若めなキラメイストーンってことで、覚醒は本来もう少し後だったんですよね。割と横から見るとロードローラーっぽい形状になっておりますが、ストーン状態の正面にはキラメイシールも小さくありますし、下側フラットになってますから、ドンと置いて、ストーン状態で自立も OK と。で、こちら側にヘッドライトがありますから、後輪を 展開して上側のキラメシール部分を上げてあげれば、はい、キラメマシンモード超簡単な2ステップで変形完了と。で、ちゃんと前輪後輪回転しますから、この走行遊びも OK で、本当にこの2ステップだけなんだけど、しっかり乗り物形状に変わりましたよね。 エンディング的にはイエローのためとも先輩のところに集結するためスキジャーの一員ですから一応それは重機縛りなのかな。で、ここからさらにウェポンモードはキラメいシール部分を格納して、ここにヒンジがありますから真ん中からバカッと割ると。そうするとグリップが出てきて、はい、あっという間にウェポンモード ハンマー状態が完成しました。と言いたくなるところなんですが、これ片側にローラーがついてて、お掃除の時のコロコロ。さすが自由力にちょっと緩い。3モード変形のなんというお手軽さ。元に戻すでしょう。降臨収納で、ストーン,オン、降臨展開、上部パーツ展開で、ロードローラー、ここ格納のを左右に、 展開で、ウェポンのハンマー。キラメージには後で持たせるとして、もう一つのマシンリフトン。これはタイヤ側が下にある状態がキラメイストーンの正位置で、中にキラメーシールもありますね。で、これはフォークリフトとフォークに変形しますので、フォークがフォークリフト。ちょっとダジャレっぽくなってるんだよな。 変形方法はまずここにボタンがありますので、これを押してあげて、タイヤを後ろ側に。ちょっとね、マシンキャリーっぽいんですよね。で、先端パーツをずらして、さらにここのパーツを押し込んで、下にずらします。で、下側までロックしてあげると、はい、フォークリフト状態のマシンモードが完成。一応はマシンキャリーのリデコってことになるのかな。おおよそ変形方法は似てますよね。 このクリア、ブルーとグリーンの間ぐらいのエメラルドグリーンっていうのかなキラッキラのいい色だよな。やっぱキラメイジャーのロボ玩具のクリアパーツのカラーがほんと綺麗。元に戻しますよ。ここのパーツずらす、上にずらす、ひっくり返す、タイヤを前に持ってくるで、ストーンで、ボタンを押す、引っ張ってロックする、上に 押す、上から押す、くるっと回転して、先端パーツを持ってきてあげて、マシンモードに変形完了と。で、ここから、槍形状っぽいフォーク武器に変形しますので、やっていきましょう。まずはパーツをずらす、そして先端もずらして、上側に少し回転。 で、タイヤを前にずらしつつ、ここにグリップが格納されておりますので、はい、これでキラメイウェポンモードが完成確かにフォークの形状になりましたね。まあ、見方によっては三つ股の槍っぽいけど、おそらくどちらのモチーフも入ってるんですよね。もう一回いきますよ。ここ格納するでしょタイヤずらすでしょで、上から押してあげると、さっきのフォークリフト状態で、 パーツ5とずらす先端を上にする。軽くロークが変わりますね。タイヤを押し込んでグリップを出してあげて、ウェポンモード。はい、改めてフォーク形状を見るとこうで、この状態でもきらめいシールなかなか目立ってますね。これが両方のウェポンモード状態となっております。この3モード変形すごいっすよね。 では、ウェポンモードをキラメージに持たせましょう。ジェットと入れ替えじゃなくて、そのまま左手の空いてるところにマシンローランドをハンマー状態持たせてあげることで、はい、キラメージマシンローランドが完成本編でもこんな感じで、両手に武器っていう風に武装してましたよね。 はい、ぐるっと見回すとこうで、サンプル画像的には、ハンマーの向きはどちらでもいいみたいですね。黒色側を外に向けたりとか、実質的にはハンマー形状なんですが、一応、お掃除のコロコロモチーフってことで、このようにローラーを前に持ってくる持たせ方が一番の正位一かな。今回、キラメージンは結構、ヘリコがね、胸部分出っ張ってるので、 持ち方によっては微妙に、ほら、ここね、干渉しちゃうんですよね。なので、干渉しないように、少しずらして持たせてあげる方が、おもちゃ的には正解なのかなキラメイジン・ローランドですね。ただ、ショベルはかなり動くので、少し外側に持たせるのもありだと思いますし、上に向けて振りかぶりみたいな。 こういういポージングなんかも全然できます。こっから振り下ろしみたいなね一応マシンジェッターと入れ替えてジェッターのところに持たせると本当はこっちの方が割とすっきりまとまりますよねじゃあこっからさらにもう一度マシンジェッターを持たせつつ今度はリフトンのフォークを 武装させることで、はい、きらめいンリフトンが完成これはね、さっきのハンマー状態より二刀流武器っぽさがより出てると思います。一応これもサンプル画像的には横側に逃がして、このようにフォーク武器を垂直に持たせてましたね。でもそうするとちょっとバランスが、見た目のバランスがあんまり良くないので、 やっぱりこのように斜めに武装する方がしっくりくると思います。でもこれもやっぱりジェッタと入れ替えて右手にリフトン持たせた方が武装チェンジ感出てていいっすよね。ただこれもまっすぐ持たせようと思うとヘリコと干渉しちゃいますのでちょっとこういうところがキラメイジン気になるかな。これからも今後もウェポン系がね色々発売するはずなんだけど意外と 持たせられないっていう。これ、本編的には、ジェッターと入れ替えちゃうと、ジェッターが手持ち無沙汰っていうか、サポートメーカーみたいな感じになっちゃうから、右手にジェッターで、左手に武器っていうのが、デフォルトにしないといけないんですよね。なので、今回は2個セットってことで、両手に武器。 右手にお掃除コロコロ、左手にフォークっていう戦う気ゼロだろみたいな武装も OK です。でもクリアパーツカラー自体が全然違うので、まあ、形が違うのもあるけど、新武装としてはかなりビジュアルいけてますよね。で、もちろんこれもキラメイベースに対応してますので、ストーン状態で、ドンと置いておくことができますね。 変形が簡単なのがいい。はい、これで、ベースアイテムにディスプレイも OK と。そこから、ショベジーコと、ショベローも、ここに入るでしょで、先に紹介したマシンキャリーも置くことで、ためとも大好きストーンたちのためスキジャー状態でディスプレイすることなんかもできますね。ちょうどサイズが、4つ一緒なんだよな。せっかくですから、 タメじゃーの4体とも並べてみますか。てか、とも先輩リーダー資質が実は一番あるにもかかわらず、資質というか、リーダーとしての能力が一番あるにもかかわらず、あえて後輩のレッド、ジュール君に任せるっていう大人なところがかっこいいっすね。はい、このように4つ並べることで、 試すキジャーのマシン状態でディスプレイすることなんかもできますとりあえずティラミストーンとしては小柄ながらもそれぞれ3モード変形プラスロボの武器としても使えますからプレイバリューはなかなか高めですね以上マシン戦隊ティラメジャーウェポンマシンシリーズ01デラックスマシンローランドマシンリフトンセットの紹介でした